イルは基本的にとても平和だし、ここが好きだ。本土の混沌を忘れ、ゆっくりできるから。この島の気候は独特で、あらゆる種類の奇妙で美しいものを育んでいるわ。朝の後ろに乗って大切な荷物が届くはずだったんだけど、来てなくてね。我々がどうしていないと人々に信じさせなければならない。遠い昔、私たちドルイドはタムリエルとその苦しみを後にしたの。でもここで私たちの古き道は生き残った。騎士は持っている武器ではなく、誰と共にあるかで判断されるべきだと思っているわ。こうして島の燃える心臓が見えると、自然の秩序の雄大さと力がわかるだろう。自然の均衡が崩れてるんだ。嵐、そして炎が古き体制を打ち倒すだろう。ここはどこか不気味だ。感じるんだ、何かを。何かをね。行こう、とりあえず。もう字が読めなくなってきてる。あれ、ドルイドの民家だね。つまりそういうことなの。ドルイドたちの仕業だったってことかな。この辺り、あれはエルダータイドのコーストコーマ、これだ。エルダータイド、こいつらだな、悪さしてんの。近寄るんじゃない。あんたドルイドじゃないみたいね。シエルフだな。何者。ここから逃げないと。でも私はなんであのナンパで溺れなかったんだろう。シエルフとか、奴らは彼らをサンゴに変えてしまった。エルダータイドの奴らはサニギルをあの光に変え、サンゴに食わせたのよ。エルダータイドの奴ら。この諸島が自然に属するとかなんとか言ってた。自分たちは自然界と強欲な常妙のものとの間にバランスを築こうとしてるんだってさ。私らは洞窟を通って地上の高台に移され、投獄されたの。ドルイドはベスリンにも魔法をかけたのか。ベスリン、私が逃げた時は無事だったんだ。助けようとしたけど、他のものを助けるって聞かなくて。だから私は逃げた。仕方なかったんだ。何もできっこない、エルダータイドドルイド相手じゃ。でもあんたは、あんたならサンゴを破壊できるかもしれない。なぜサンゴを破壊しなければならない。エルダータイドは私の仲間を生贄にした。ドルイドどもめ、ただじゃ済まさない。サンゴは洞窟の中だ。あの丘を下ったところ、報いを与えて。頼みを聞いてくれたら海賊から足を洗うよ。サンゴを壊し、他の連中を助けてほしい。頼むよ。行く前にここで起きていることについてまだ質問がある。今聞くこと。まあいいわ、奴らのことを教えて役に立つって言うなら話すよ。エルダータイドドルイドとは何者だ。奴らはアメノスの栄装にぶち込まれるべきだ。ここにいちゃダメなんだよ。奴らは自然を腐敗させ、魔法で恐怖と痛みをもたらすんだ。サニギルの悲鳴が耳を離れない。なぜサンゴを選んだかわかるか。理由なんかいる。エルダータイドドルイドは海の生物を腐敗させられるんだ。ウニ、ヒトデ、魚、カニ、何でもござれ。ここの腐ったサンゴは船をナンパさせたサンゴにそっくりだ。これは花から奴らの計画だったんだ。なるほどね。腐敗したサンゴはどうすれば見つかる。奴らはサンゴを異常なものに変えた。ドルイドの魔法と血の匂いがする。姿も違う。明かりがあればわかるよ。あんな姿に変えられるなんて考えたくもない。どこにサンゴがあるか覚えているか。少し前に通り過ぎたよ。あっちの方だ。他のサンゴはきっと洞窟の中だよ。仲間の悲鳴が聞こえてくる気がする。
囚われていた檻の中から、うん、なんかあれだね、新しくなったシーエルフのスキンというかさ、まあ、この耳ね、うん、耳こんな感じになったんだけど目変わったね。なんか瞳の色がこう、生存者がいるとしたら上の檻だ。サンゴを破壊してくれ、ドルイドに思い知らせるんだ。わかった。なんか水晶、透明な水晶みたいな瞳してる。こっちはね、入っちゃったけど、あれだ、これだな、腐った半サンゴ。ここはこれで終わりか。ベスリンと囚人を解放する。どこにいるんだ。ここね。綺麗なとこではあるね。これボスか。マデナブラック。すいません。卑劣な大蛇め、まだ戦う気か。いいだろう、温まってきたところだ。こっちよ、奴らがいつ戻るかわからない。ベスリン、八大神に感謝を。あのドルイドどもの仲間じゃなくてよかった。早くここから逃げて。ドルイドは私たちを利用してサンゴに餌を与えてるわ。それにあの叫び声、これ以上あんな苦痛を味わわせたくない。お願いよ、扉を開けて。ブルシック軍曹から囚人と一緒に探すよう揺らされてる。ブルシック軍曹は生き延びたの。ああ、入り口で待ってる。死んだも同然とシーエルフは言ってたのに。ドルイドに我々が捕まった時、奴らは彼を置いていったのを悔やんでた。軍曹と私は囚人を世話してたから。シーエルフの一人に出くわしたが、彼女はドルイドが他の囚人をサンゴの餌にしたと言っている。クリスニアね。そうだ、彼女は牢を破ると言ってたけど、他の二人を置き去りにできなかった。ドルイドがサニギルと他の連中を殺したのを見て、彼らは参ってしまったの。クリスニアはいろいろなことをするけど嘘つきじゃないわ。ヤスラのやったことを見ても残ることを選んだのか。囚人を守るのが私の仕事。守れなかった囚人はたくさんいるけど、彼らを見捨てるわけにはいかない。あの扉を開けてくれれば
彼らを激励して脱出させられるわ。分かった、檻を開こう。自分で立てないなら私が運んでいくわ。とにかく出ましょう。ブルシック軍曹が待ってる。で、いたね。陛下、君はあの緑の大蛇どもの仲間には見えないな。獲物が増えたかと思ったんだが、こんなところで会うとは奇遇だな。誤ってアメノスに追放などしていなかったならいいんだが、まさかな。いや別にそういうのは、監獄へ送る者の中に君の名前があったら覚えているはずだ。してここで何をしているんだ。レディアラベルに依頼され、他の同盟の指導者と一緒に捜索に来たんだ。レディアラベルだと、ええ、彼女は元気か。アラベルとは何年もの間共に危機を切り抜けてきた中でな。だが彼女がよこしたのは君だけか。私には騎士1ダース分ぐらいの価値はあると思っていたのだが、まあいい。で、島から脱出する手段はあるんだな。イルンスカー王子を見つけ次第救出する船に合図できる。アイレン女王は嵐を沈められるようだ。ああ、アイレンに会ったのか。まだ生きているようだな。それはよかった。あの大蛇どもが私を檻に放り込もうとしたとき、私はイルンスカーを探していたんだ。思い知らせてやったよ。だが奴らはノルドのわがまま王子を捕まえるのに成功したのかもしれん。緑の大蛇は指導者の誰かを捕まえたと話しているのを聞いた。若きノルドの王子は大蛇どもを片付け、その死体の山の上に座っているんじゃないかと期待していたが、そううまくはいかないか。では大蛇がイルンスカー王子を拘束している場所の手がかりを探すとしようか。わかりました、見ていきましょう。そういえば大蛇が捕らえた貴族について話しているのも耳にした。黒幕にそう言われたんだろう。私たちが王族だと明らかにする必要は彼らにはない。賞金が上がるだけだからな。捕虜を取ればよかったな。失敗した。なぜパクトは父ではなくイルンスカ王子を送ったんですか。いい質問だ。当然スカルド王ジョルンは招待を受けている。だが我々がモーンホールドから受け取った正式な返答は簡潔なものでね。息子がパクトを代表して交渉するということだそうだ。なるほど。それは問題になると思います。私にとっては問題ない。イルンスカーは多少面倒なところがある男だと聞いてはいるが、皆そういうところはあるものだろう。おそらくジョルンはこの機会を訓練として利用するつもりなのだろう。イルンスカーが事態を悪化させなければ何かを学んだということだ、うん、で、上級王はどんな仕事をされるんですか。上級王の仕事、こんなことあらゆることをしたりしなかったりと民衆からは言われているな。ダガーフォールカバナントを導き、ハイロックを統治し、会議に出席する。大量の会議にな。まあそんなところだ。大蛇どもが現れる前に他に聞いておきたいことはあるか。うん、もういいでしょここ。周囲を見ろ。移動させられる前イルンスカーはここにいた、間違いない。なるほど。スカルド王の斧の、スカルド王の斧だ。マラヤ女王がスイートロールを持つようにイルンスカーはこれを握っていた。捨てるなんてありえない。 DCG からの手紙。スカルド王の斧が欲しいのか。いいだろう。きっと素晴らしい戦利品になる。それにこの貴族たちは超越の魔導士が言っていたよりも重要だってことも分かったな。だがなぜ残り2人の貴族はまだ俺たちの手に転がってこない。さっさと残りの奴らを探しに行ってこい。魔導士は言い訳なんて聞かない。3人の貴族が何者だろうと魔導士はそいつらを求めている。俺も同じだ。俺は魔導士が約束した報酬が欲しいんだ。あの岩場から出口の、岩場からの出口と自由だ。あのバカどもに働けと言ってこい。出ないと残らず俺の美しいペットの餌にしてやるぞ。
それからすでに捕まえたやつをコイントリデに確保しておくのを忘れるな。とにかく気をつけろ。やつの力は巨人並みだぞ。D 主治医。巨人のように戦う？イルンスカーのようだな。そして彼はコイントリデにいる。よかった。場所が分かりましたね。さて、アイレン女王を探そうか。死んだウスモロが持っていたのはこの酒瓶だけだな。うわ、まずいな。この最悪な島に楽しみはないのか。さてと、どっから行くんだ。違う、戻るのか。あれ、うん、そういうことな。エルダー態度は誰にも止められない。なるほどね。ナイス。あのね、感じ悪くなりたくないの。まずはサンゴを吐かしよう。大丈夫、動き続けて。なんで回復するんだこいつ。サンゴを破壊する。もう一個が破壊されてない。お前らは後回しだ。高い。あれだ。これが生贄にされたシエルフか。戻ろう。どこだ。いたいた。英雄よ、海に興味があるならすぐに連れて行ってやるぞ。しばらくいい。あんた、みんなを助けてくれたんだね。そのあそこで言ったことは本気だ。もう海賊はやめる。アメノスで働こうかな。モーナードの連中は厳しいけど囚人にはよくしてくれるしね。何が起きたのかよくわからないけど、クリスニアはあなたが命の恩人だって言ってる。いつかうまい酒をおごらせて。なんか肌の色やっぱいろいろあるね、CL。あそこから脱出できたなんて信じられん。ドルイドどもは次に私を生贄にしていたに違いない。髪の色も白だけじゃないんだな。
二度と忘れられない経験をしたわね。クリスニアとブルシック軍曹が最初から話してくれたわ。あなたが協力を必要とするならモーナード家を頼って。ベストリンが事情を教えてくれたよ。ドルイドがたった数人でナンパを引き起こしたってのは本当か。あれだけの命を奪うなんて奴らにはどれだけ力があるんだ。また奇襲を計画してるのか。まったく仕事を変えるべきか考えてしまうよ。ベスリンと生き残った海賊は無事だ。それは良かった。モーナード家にはここで起きたことを知らせておく。苦しむ者は減るはずだ。ベスリンはお前に説得されて海賊を辞めた奴がいると言ってた。期待以上の働きだったぞ。これは礼だ。モーナード家はここで起きたことを知るだろう。いいことも悪いこともな。ドルイドが生物をサンゴに変え、常妙のものと自然の間で争いが起きるなんてな。奇妙なことばかりで理解が追いつかんよ。どうやって船もなしに囚人を連れ出すんだ。お前が囚人たちを助けに行ってる間に方角を確かめたんだ。ここはブローカロック鉱山からそんなに遠くない。前に何度か行ったこともある。鉱山で協力を求めればアメノス監獄まで戻れるだろう、うん、大丈夫かお前たちだけで。言った通りそれほど遠くない。私も回復したし、ベストリンも平気だ。囚人たちも手助けしてくれる。心配はいらん。大丈夫だ。ベスリンと一緒にモーナード家から処分を受けないか。ここで起きたことは我々の権限を超えてる。上に報告し別の船に囚人を移送してもらうよ。モーナードがここのドルイドを何とかするはずだ。時間はかかるだろうが、こいつらは危険だ。無視できない。シーエルフの船長は船員が3人しか取り返せなかったことをどう受け止める。激怒するだろうな。だが囚人たちが何が起こったかを報告するはずさ。多分クリスニーあたりがな、うん、モーナード家はエルダータイドドロイドをどうするんだ。わからない。いつもならこちらから干渉しなければエルダータイドドロイドも干渉してこないんだ。だがこれは普通じゃない。モーナード家は何かしようとするだろうが、私からは何とも言えん。ただの軍曹に過ぎん私だが、止めるよう努力するよ。あんまり無茶しないようにね。元気そうでよかったわ、エメリック。君もな、アイレン。素敵な猫だな。では友よ、話をしよう。エメリックの要求を聞いてきて。すぐに従わないと機嫌を悪くするから。あそこで何が起きたのか知るのはそれが済んでからでいいわ。分かった。アイレン女王のおかげで傷は癒えたし、爪もまた鋭くなった。この島から出るためなら何でもやってやる。私は一人でこの島へ流れ着いたが、今は味方に囲まれている。少なくとも当分は味方だ。運命というのは面白いな。一瞬で変わってしまう。さあ、洞窟で見つけたものについて話そう。緑の大蛇の指導者からのメモを見つけた。よし。捕虜の貴族をコイントリデに連れて行くと書いてあるな。イルンスカー王子のことに違いない。アメノスは遠い昔、ハイロックの奴隷商人の要塞だった。ここのすぐ西に崩れかけた古い廃墟がある。なるほど。ブレタンに奴隷商人がいたのか。そうだ。だがずっと昔の話だぞ。現在のカバナントは認めていない。そんなことより重要なことが書かれていただろう。緑の大蛇はコイントリデを隠れ家として使っており、奴らはそこにイルンスカ王子を拘束していると。スカルド王の斧も見つけたな。ああ、そうだったな。そういえば王の斧を歌った曲があるのを知っているか？最後にジョルンと会った時、そのうちの一曲を披露してくれたんだ。王子を見つけたら返してやらないといけないな。とにかく行き先ははっきりしたようだ。
西のコイントリデに向かうぞ。わかった、西のコイントリデへ向かおう。私の心配は無用だ、コイントリデで会おう。地図の記憶が正しければここの西だ。私はこれまでに下した決断について考えながら歩くとするよ。ちょっとした回想だ。コイントリデへ行くぞ。どうだアイレン、私と行くか。キャスカが道を切り開いてくれる。私は一人で行くわ。みんな砦で会いましょう。キャスカに置いていかれないでね、エメリック。じゃあ幸運を。で、彼女は去ったか。私のことは気にするな、遠回りしていく。ちょっとした散歩だ。これね、この辺りがコイントリデなんだけど、プローラーがあるな。行方不明のプローラー、ジミラ船長ここにいる。この辺りでナンパしてんのかな。 それかこの、これのこの形からすると船だから、これがもしかしたらプローラーの可能性もなきにしもあらずだ。お、ジミラ船長。船はない、オーブランもいない。完全にお手上げよ。どうした？まったく、あなたね。私はオーブランを待ってたんだけど、よかったわ。こんな危険な島でまた会えるなんて不思議な話よね。そうだね。また手を貸してくれない？どこかの海賊にプロウラーを盗まれてね。それとオーブランを見てない？船を探すために別れたんだけど。いや、誰に船を盗まれた？いい質問ね。速くて美しい船だからたくさんの人がプロウラー号を欲しがるのよ。補給のために上陸するときは警戒するよう船員に伝えたんだけど、無事でいてほしいわ。船を見つけるまで私とオブランは動けない。行くべき場所があるっていうのに、うん、プロウラーは 何の命を受けてるんだろう今回。どうやってオブランを探すんだ？オブランは不愛想だけど有能よ。何か手がかりを残してるはず。一緒にスカルトゥース海岸を探してくれる人が欲しいわね。スカルトゥース海岸、はい。ねえあなた、オブランとプロウラー号の捜索を手伝ってくれない？もちろん、そのつもり。船には少し貴重品があるんだけど、無事見つかった暁にはそれをあげるから、うん、オブランとプロウラーの捜索を手伝おう。プロウラーが見つかってもオブランが見つかるまでは出発しないわ、うん。船長は船員を見捨てないのよ。そうね。別れた時彼は北西の道で浜辺に向かった。まずはそこで行き先の手がかりを探しましょう。オブランについてもっと教えてほしい。オブランってあれだね、あのなんだろう、一等航海士みたいな感じの白いカジドだね、うん、あれ以上の補給係はいないわ。とっても綿密な男で、船に積まれる縄からビスケットの一枚までどこにあるか全て把握しているの。オブランはいつも船員が必要とするものを正確に調達してくる。たとえ求めた品が入手困難であってもね。それはどういう意味だ？私たちは戦時中誇りを持ってアルドメリ・ドミニオンのために後悔してるのよ。プロウラーの船員に同盟を裏切るような真似はさせない。でも時にはブラックブライアの強い蜂蜜種でないと士気が上がらないこともあるでしょ。オブランはそれを手に入れる方法も知ってるってわけ。どうやってそんなことを？聞かないようにしてるわ。彼も私に打ち明けるような真似はしない。見て見ぬふりをすべき時もあるのよ。ノルドの蜂蜜種やダークエルフのカードゲームで乗組員が喜ぶならそれの何が悪いの？まあね。ただオブランが喜ぶ方法が見つかればいいんだけどね。オブランは不幸だったのか？いいえ違うの。彼は不機嫌を装うのが好きなんだ。きっと若い船乗りがフォークをなくしたのを責めている時が一番幸せなんだよ。でもいつかあいつの笑顔を見られるなら何をあげてもいいよ。たとえ一瞬であってもね、うん。自分について詳しく話してほしい。私の評判は聞いてるでしょ。まあね、だいぶ長く付き合いだから。あの有名なプロウラー号の偉大なる船長だって、うん、
冗談よ。まあタムリエル中を後悔してきたし、運んだ物資が戦況を覆したことだってある。英雄たちの命を救ってきたのよ。でもまああなたが私を知ってるはずないでしょうね。では物資の輸送に来たのか。プロウラーは多くの任務を引き受けてるのよ。最近は確かに戦争のためにたくさんの物資を運んでるわ。でも人も乗せるし家畜だって乗せるわ。船員たちを食わせて船を維持し続けるためなら何だってやるわよ、うん、この海岸に上陸した理由は。ああまあよくある話よ。サマーセット島に向かうための物資を集めてるだけ。変わったことは何もないわ。監獄島の騎士からどんな物資を運んだんだ。普通の物資よ。縄とかハンマーとかカニとかいや、協力を申し出てくれる人に嘘をつくべきじゃないか。でも本当のことを言うわけにもいかないんだよね。プロウラーは運んじゃいけない場所へ物を運ぶこともある。それだけは認めておくわ。なるほど。しかしなぜここに来たんだ。私たちはよくこの浜辺を積み荷の受け渡し場所として使ってるんだ。ここまで後悔してくるものは少ないから、隠すには絶好の場所なのよ。なるほどね。だからこういう仕事に雇われた時、私たちは人目を避けてここで受け渡しをしている。どうしてこの沿岸がいい隠れ場所になるんだ。アメノスには接近するほとんどの船を破壊するっていう評判があってね。ここの海はいつも怒り狂ってるし、海辺の岩は大抵の船の船体を引き裂いてしまう。スカルトゥース海岸って名の通りにね。なるほどね。優れた船長がいれば話は別だけど。なるほど。まあ、ジミラ船長はもう本当にアルドメリドミニオン編でやってらっしゃる方なんかね、もういろんなところに連れてかれたっていうのもおかしいか。まああれだね、ケナー市からね、オーリドンへ戻ってくるとき、ジミラ船長のプロラー号で戻ってくるしね。それだけじゃないね、オーリドンからグラウッドに渡るときも、プローラー号に乗っていく。まあちょっとね、アルドメリの英雄たちとはだいぶ長い付き合いなんですよ。で、私はもうあの岩の表面、オーブランがつけた密売人の印かもしれない。なるほど、でも分かりやすい印だな。おっと、もうジミラ船長は、私はもうカジートの中で一番美人なカジートと、しているというか、称しているので。あれ？オーブランが後を残してる。この印は北に向かった証拠ね。なるほどね。なんかあれだね、マジカルな印だねこれね、どうやら。よっ、これ何？ジャイアントクラブ。あ、ここで取れるんだ、真珠貝のパウダー。なるほどね、サマーセット由来なんだな、じゃあ。サマーセットの海岸にもあったね、これね。これは？密売人の印。別のマークだな。これは東だと思う。東ね。そう、彼は東へ向かった。確かよ。すげえ船の残骸がいっぱいある、ここ。これはドレッドセイルの召喚。ちょっと読む。シレンゴス船長、海の王、新たな命令を、新たな命令を出した。お前たちはイフェロン北での作戦を中断し、指揮下にあるスリザーミストを直ちにアメノスへ向かわせよ。急ぎ拠点を築き、次の命令を待て。アメノス付近の航海は極めて危険なことに留意せよ。
ブレタンの巡回やとても見えづらい浅瀬に警戒するため、ソーダッシュと船乗りの全員に完璧な行動が求められる。海の王は島の北西岸にあるスカルトゥース湾に係留することを提案している。大胆な狩猟船や密売人が多い領域だ。そこで見つけた船は獲物として良い。追加命令が来るまでそこで隠れている。失敗は許されない。タイロン遵守。つまりこれシーエルフだな。オブランがいるらしいぞ。頼む、誰か助けてくれ。なるほど、捕らえられていたのか。どうやったらいいの、これ話せばいいのか。これは恥ずかしい。ジミラは問題に巻き込まれているだろうと言っていたよ。私が困っていることはもう火を見るより明らかだろ。そうだね。この状況から抜け出す手伝いをしてくれないか。なかなか高いところにいるな。あのブレトンはどこに行った。すぐ戻ると言ったのに。どのブレトンだ。ブレトンか。俺はブレトンだ。お前は。こいつか、アドウィグ・レイシコット。ちょっと待って、ジミラちょっと話してみよう。オブランを自由にするにはあの臭いブレトンと話すしかなさそうね。なるほど。また侵入者か。網が欲しいのか、それとも桶か。早く言え。それからよそでペラペラ話すなよ。全部筒抜けだぞ。このカジートと船長を手伝って彼らの消えた船を探してんだ。船をなくしたって。そう、プローラー。なんでまた。鍵束や野良犬とは違うだろうが。まあいい。大事なのはあの猫が俺から食料を盗んだって方だ。なるほどね。俺と仲間で船探しを手伝ってもいいが、まずは俺を手伝え。どれだけの食料盗まれたんだ。1週間分だよ。結構取った。お前みたいな指の太い本土のやつには1日分に見えるかもだが、俺は質素で物持ちがいいのせ。海辺から食料を取ってきたら猫は話してやる。シーエルフどもに出くわすのはごめんだからね。なるほどね。でもオブランはあそこでそう長く持たない。彼を下ろしてから話そう。いいさ、食い物は自分で集める。どうせ長年そうしてきた。でもバックパックを探すのは嫌だ。シーエルフから逃げるときあそこのナンパ船の中でなくしたんだ。なるほど。探してくれたら猫は下ろしてやろう。うん。話してるみんなと誰だ。みんなって誰かって、うん、聞いたか、ワトキンス。禁止のホーカーみたいなやつだな。こいつらさ、俺の船員だよ。見えないのか。カカシが見えるけどな。確かに少し痩せてるかもしれんが。あー、なるほど。そこまで言わんでもいいだろ。そういうことか。神に見捨てられたこの岩場で6年も生き延びたんだぞ。あー、何、本気で言ったんじゃないさ、ドネル。泣くのはよせ。わかった、うん、それでバックパックはどこにあるんだ。言ったはずだ。浅瀬の中心にある朽ちた船の中で、うん、船の骨組みを解体しているとシーエルフどもが剣を手に臭い息をまき散らしながらやってきた。大急ぎで逃げ出したよ。その時バックパックをなくしたんだ。で、中には何が入ってんだ。なあ、ドネル、こいつ一体何様のつもりで。いっぱい入ってたさ。お前の知ったことじゃないものがね。あとワトキンス用のモップだ。あいつは1週間前のスカンクフィッシュみたいに臭いからね。ああ、俺がそう言ったのは秘密だぞ。なるほどね。分かった、バックパックを手に入れよう。この人たちが、この人たちが、まあ、なんだろうな、仲間なんだろうね。うん、もうだから一人すぎて、もう話し相手がいないから、ちょっと自分の妄想の中で仲間ができちゃったよってことだろうね。うん、なんかそんな絵があったな。うん、はあ、オブランを降ろせるように、あいつのバックパックを回収して。分かった。なんだったっけな、あのトム・ハンクスの映画です。無人島に、うん、あの漂流してしまって、
まあ、そこから抜け出すまでの、ね、物語を描いたものなんだけど、確かね、その時も確か主人公が孤独すぎて、友達をバレーボールバレーボールを、漂着しているバレーボールを友達に見立てて、こいつは何に使うんだ？なんだ？キンドルピッチはとても爆発しやすいのよ。絶対に落とさないように。爆発扱いするなよ。落としたりなんか。何をしたのこのバカ。どこ？あれだけキンドルピッチは爆発しやすいって言ったじゃん。あ、爆発しました。ご愁傷様です。これはドレッドザイルに取り入れられて、船乗りレリサブルール、レリサブルール、なんか知ってる人の名前だけどな。まあいいか。私たちが港を出発した時、風は北に吹いていた。これを、吉兆と信じるほど私は愚かではない。なんと呪われた運命にあってしまったことが。この四季が、生き残るなら私よりも長生きするだろう。これが、私と違って海にさらわれずに済んだとしたら、あなたが手にしているのはレリサブルールの最後の記録だ。あなたが私の記録を受け入れ、私よりもいい風に恵まれんこと。私たちの船、ハーベスツデライト。ああ、じゃあ違う人だな。これなんて読むの？カエル鋼。カエル鋼を積んで、ダガーホールに向かっていた。港を出るか出ないかのうちに、不自然な霧が海上に落ちかかってきた。前方の海にどんな危険があるか見えなくなったため、タイン船長は頬を閉じろと叫んだ。私たちは急いで彼の命令を実行し、ロープを結んで、結んで緩んでいたものを引き締めた。すぐに私たちは分厚い霧に囲まれて、完全に何も見えなくなってしまった。私は甲板から転落するのを恐れて、ほとんど身動きができなかった。霧の中に人影が動いた。甲板は私の足元で悲痛な音を上げてきしんだ。灰色の空間はより色が濃くなり、これまでに経験したどんな霧よりもはるかに長く、甲板の上にとどまった。一番驚いたのが、ネスタルの喉から物悲しげな低い鳴き声が出てきたことだ。この年老いた仙人御長は、酔った時の余興に昔の航海の物語を話す時以外、一切音を発することがなかった。普段なら決して動じないネスタルによる突然のパニックは、波そのもののように、甲板中を飲み込んだ。私はその音に気取られて、自分の背後に何かがいたことに気づかなかった。その後私はひどい頭痛とともに目を覚ました。自分の怪我を確認すると、頭の傷が最も重傷で、その次が膝の深い切り傷だった。膝の傷をできるだけしっかりと覆ってから、私は周囲を見渡して状況を確認した。ネスタルと他数人は、私と同じ、官房に横たわっていた。彼らの頭は血まみれで、殴られて紫色になっていた。船室の中には私の仲間が20人いるのを数えたが、全員檻に入れられるか、鎖で縛られて動けなくなっていた。上で足音が響き、おかんで指が触れた。この航路に霧を召喚し、それを利用して音もなく大人数を仕留める力を持っているものといえば他にいない。ドレッドセイルだ。あの海賊は私たちの船に乗り込んだのだ。恐るべきシーエルフの海賊たちは血まみれの船員たちを次々と船室に引きずってきた。上の甲板で恐れて動けない他の者たちは、霧の中で自分が殴られて引きずられる番が来るのを待っていた。私は身を隠したり気絶を装ったりはしなかった。だが告白すると声を上げて警戒を呼びかけることもしなかった。そんなことをしてどうなる。甲板にいる者たちはシーエルフの海賊よりも味方を攻撃する可能性の方が高いだろう。なるほど。ドレッドセイルから逃れた者はいない。逃れようとすれば乗組員全員を、破滅させる。どうして自分が最初の、夜を生き延びたのかはよくわからない。タイン船長が降伏し、シーエルフのリーダーに剣を渡してから、事態は血生臭い方向へ進んだ。奴らは船長を刺し、死体を甲板の外に投げ捨てた。致命的な怪我か、動けなくなるほどの傷を負った者たちも同じ運命をたどった。
素早い一突きと無慈悲な海への長い落下だ。シエルフたちが殺しに快感を覚えている様子はなかった。私たちは快楽や同情の対象とはみなしていないようだった。海賊の一部はその夜自分たちの船に戻った。残りの者は私たちを見張り船を操縦するためにとどまった。私たちはどこからともなく吹いてきた南風を捉えた。航路が明確になるとネスタルが再び鳴き声を上げた。奴隷だと彼は言った。もうおしまいだ。なるほどね、奴隷にされるんだとこなと。海賊たちは彼の足首を縛り上げて鳴き声を、やめさせた。青あざがついてむくんだ彼の顔は、まだメインセールの下にぶら下がっている。今ではカモメがついばんでいる。あらあら、死んじゃったんだね。自分の番がもうすぐ来るかもしれない。膝の切り傷は恐ろしい緑色の光沢を放っており、腐った魚よりひどい匂いがする。痛みはあまりないが、感染の兆候はわかる。普段の状況なら繊維が私を縛りつけて感染源を切除するだろう。ドレッドセイルが占領している今、そんな処置を受けられるとは思えない。奴らは私を殺すだろう。感染が先に命を奪ってくれるといいが、冷たい水の下よりも上で力尽きたい。なるほどね、ひどいね、ドレッドセイル。まあ、います。で、あ、もう私回収したのか、さっきの。なんかでもちょっと気になるな。ボイアントアーミガーに入れたかも。これさ、でもさ、思うにシーエルフたちもここにナンパしてしまったってことなのかな。でもシーエルフの船ないな。お、なんだ、エルセリックの黒真珠を占うこと。痛い。ドレッドセイル、この北にいるのか。あ、いるね。あ、なるほど、ドレッドセイルの船たちはここにもうちゃんと着岸してるんだ。なるほど、ここには流れ着いた船の残骸があるから、ここで何か物を漁っているドレッドセイルいるよってことね。なるほど、なんだ、猿の名前ない、うん、ちょっと待って、なんかいたな。なんかいたな。あー、この人名前何なんだろう。名前知りたいよね、なんかあの彼の仲間たちの。そこにいたのか、そろそろ時間だ。持ってきたぞ。お前が戻ってくるかどうかでみんなかけてたぞ。俺はジャガイモ半分をかけた。勝ったようだね。よー、ドネル、さっさと払え。で、頼んだものは見つかった。ああ、頼まれたものはすべて見つけた。よしよし、よくやった。ありがとね。お前の仲間のジミラは口がうまい。補給係の猫が気絶する前に俺に奴を降ろさせようとしたんだ。だが奴はそれでも気絶した。少しの間ね、あの爆音で目覚めたんだ。あれは何だったんだ。シーエルフがキンドルビッチで自爆したようだな。聞いたか、みんな、シーエルフどもが自爆したってよ。ザバーミラ、もちろん連中の仲間がまだ持ってるかもしれん。危険な品だ、こいつは厄介だね。ジミラと話してこいよ。俺は考えを練っておく。分かった、ジミラ先生と話そう。で、どうして突っ立ってるんだ。俺には考え事がある。いや、ドネル、分かってるよ。すぐ食べさせてやる。ったく、もどうしてこの島に来たんだ、お前は。そいつは長いこと誰にも話してないな。6年経ったか、
あの恐怖は消えてない、うん、分かった、うん、おそらくあの時、うん、俺たちは大波に乗り、左にワトキンス、右にドネルを従え、後ろからダーボー船長が指示を飛ばしてた。あんな嵐は見たことがなかった。長い航海生活の中でさえな。ではナンパしたのか。ねえ、かつてないナンパだ。俺は舵を握ってた。突然稲妻がメインマストを打ち、船を真っ二つに折った。持てるもの全てを使い、海目まで泳いだよ。なるほど。そして唯一の生存者なのか。あ、まさか。五六人は助けたさ。ドネルとワトキンス、他の連中もな。少し怪我してるが、特にワトキンスはな。だが腕をくっつければすぐ良くなるさ。そしてここに6年とどまっているのか。まあ6年半かね。ドネルがチョークをなくしてから数えるのをやめて。あいつには物事を任せられん。いずれここから抜け出すさ。時間の問題で、うん、ジミラはこの島から連れ出してくれるだろう。まあ俺だけはね。だが他の奴らは違う。こいつらは置いていけない。真偽だよ真偽。ジミラが補給係に対して抱いてるやつだ。わかるだろ。ここでシーエルフに見つけられたことは心配していないのか。海辺は奴らの独壇場だ。だがここには罠が仕掛けてある。もちろん俺の当て製さ。うちの船員は気のいい奴らだが、まあ、負け者でね。正直言ってお前がどうして生き延びてこられたかわからん、うん、力ずくで生き残ってきて。あ、降り入れたね。あいつめ、もう二度と降ろしてくれないかと思った。まだ頭に血が上っているぞ。あの臭いブレトンのために漂流物を集めたの？うん、そうだ。オブランは見つかったけど、あとはここから出る方法を考えないと。作戦はあるのか。アドウィグは北にある海賊の入り江のことを言ってたわ。どうやらシーエルフの巣窟になってるらしいけど。なるほど、そこにね。プロウラーがまだつなぎ止められてるならそこにあるはずよ。あなたと私で行きましょう。他の船員はオブランが回復したら合流すればいい、うん、オブランはアドウィグといて大丈夫なのか。アドウィグはもうオブランを逆さに吊るさないと誓ったから、少なくともその点は大丈夫。彼は雨の巣を離れるのが不安みたい。ここに残るのと同じくらいにね。何とも言えないけど彼は助けてくれると思う。準備ができたら入り江近くまで来てくれるはずよ。分かった、プローラーを探しに行こう。北の、あ、さっきのとこだね、うん、ここにプローラーがいるぞと。あんたに勝ち目はないよ。どう行くべき。これは普通に道を行くのと隠し通路みたいなのもあるの。なんか洞窟を行く道だ、ね、ああ、入り江の入り口がある。忘れないで、シーエルフは山ほどいる。仕事は静かに進めましょう。なるほど。戦い方は家で覚えた。いるね、確か。その鱗、真水を浴びると痒くなるのか。よく我慢できるな。これなんかあれじゃないの、もしかしてさ、あの、あ、ごめんね、ちょっと、これあの、あいつ松明持ってるじゃない。変装できんじゃないの。ないか。てか道こっちでよかったのかな。めっちゃいるじゃない。あ、いや、敵いんのかと思ったらこれ違うわ。骸骨だ。なるほどね、こうやって縛り付けてたんだな。ひでえことしやがる。
大丈夫か。このシーエルフは本当にくつろいでた。潮に見合う船員は長く陸にとどまらない。どういう意味それ。こいつら逃げたら死ぬの。そんなことないから逃げてみればいいのに。ハイアイルのスカイシャドウハンター全部集まったみたい。今ので、これも道がなんかいくつもあんな。こっちの方がなんかヤバそうな道ではあるけど、ラジンの影にかけてシーエルフはどこにでもいる。これはピャンドニア一族の会合か何か。こっち行ったらどうなってたんだ。もしかしたら別のルートの方がいいのかもしれない。ジミラ船長が教えてくれんの。なんかいるな。若きブルケシュがいるな。バレないようにこう。若きブルケシュ。見つかっている。ブルケッシュ鋭いな、感覚が。これは盗賊のだから取るわけにいかない。私は盗賊ではない。よし、こっちの道がやっぱ正解だろうね。俺正解なのかな。こっちにも道あんな。でもこっちの道は、あ、これが この道なのか。これは道ではないのだな。結局どっちに転んでも敵はいるな。よし、素早く片付ける。ここ上がれない。上がれない。いやー、なんかこっちが良さげ。うん、ほら船あるよ。あれはフローラー。穂先というか先端見れば分かんないけど、あれでも違うな。あ、ちょっと待って。これいけない？いけないか。あれプローラーっぽいな。いて。
なるほど。あ、プローラーだ。忘れようもしない。このアルドメリ様式の船ね。船員たちね。結構手薄だな。あれ、なんかまずそこで見なきゃダメだった。プローラの場所を当てちゃうのはダメだった最初に。まず上でプローラーだって確認しなきゃダメだったみたい。これでも行ったらカットできないかな。できねえ。できねえわ。一回戻らなきゃダメだこれ。なんだいいじゃねえか目の前に見つけたら。ちょっとね、順番間違えたみたい。どうやらここはもう後の後で来る感じだわ。まずさっきの道どね、まっすぐ行って、まずはプローラーをここにあるぞっていうのを見つけなきゃダメだったみたいな。戻れないかな。戻れないか。走って戻るしかない。なんという二度手間。しちゃうのこんなことしてた。ここ行くか。今のが最後？いや、まだいる。よかった。まだいるよ。普通な船旅。ブリーン・ディフォートによる報告。私たちがハイエールに向けて出航した夕方、ある年寄りの船乗りが警告を聞けと私に言った、最大の島でさえ小さく見えるほど巨大で、船を丸ごと飲み込めるほど大きな口と、船乗りの魂を揺さぶり沈黙させるほど強烈な存在感を持つ生物が、本土と諸島の間の深海を徘徊していると、ハイロックへの旅の途中。火で炙ったスクリブのさなぎが懐かしいよ。甘くてカリッとしてて。食べなさい。あの暗黒の怪物から、あの暗黒の怪物から住んでのところで逃れたが、帰り道では助からないだろうと彼は言った。最初私は、彼の話を聞いて震えた。しかしエールを数杯飲んだ後で私は笑い飛ばした。この、不愛想な船員の大げさな話はただの物語で、未熟な旅人を怖がらせる作り話だと思っていたんだ。シストレスの宝石に向かって、船を進め、もはや、海辺が見えなくなると、前方の水が、空と交わった。そして警告もなく全ては静かになった。風は私たちの方を避け、船は動きを止めた。平坦な海の上で停止した。異様な沈黙が私たちの耳に忍び込んできた。それはあまりに耐え難く、船に乗っていた誰もが麻痺して立ち尽くしていた。雲一つないのに、空が暗くなった。というより、想像もつかないほど巨大な暗闇が、永遠とも思えるほど長い間深海から立ち上り、その後再び水面下に消えていったのだ。今や影は私たちの舌を徘徊し、水を黒く染めたため、ノクターナルの領域から水が流れてきているのかのようだった。水面下のリバイアさんがだんだん近づいてきた。リバイアさん、なるほど。海蛇なのか。暗闇が広がり、私たちの、周りの海を染めていく間も、空は空っぽの沈黙の中で揺れていた。下で、あの深淵の中に明るい緑色の光が急に現れた。それが何かに気づくのに少し時間がかかった。人間やエルフが作ったどんな建物よりも大きい。巨大な目だ。目は上を向き、私の魂を貫いた。それは一度だけ瞬きした。
その瞳孔は巨大な割れ目だった。目は出現した時と同じくらい素早く消滅した。海は墨のような黒から再び自然なサファイアの青に変化した。暗闇は退き、リヴァイアさんは跡形もなく深海に消え去った。風が戻ってきて頬を満たし、私たちは旅を続けた。死が訪れるその日まで私は、自分が見たものを誓う。想像しうるどんなものよりも大きな生物が、波の下を徘徊している。時を待ちながら。なるほどね、そんなものがいるんだな。それがどんなものかみたいなのを、なんかこの冒険の中で見れるのかな。リヴァイアさん、そのキンドルピッチをいじるなよ。炎に包まれても決してやれないぞ。まだやってるぞ。焼かれるのか、キンドルピッチに。船大工の航海の貨物には苦労の甲斐があった。ここで確認しなきゃなんなかったんだね。ああ、プローラーよ、まだ無事ね。月を称えましょう。さて、話をしましょう。さっき下で、目前で見たけどな。まあいいか。やっぱりプローラーはこんな島に負けなかった。船長と同じように強く美しいのよ。で、次はどうするんだ。そうね、正面からは入れないわ。回り込んだよ、うん。残念ながら私たちは青くないし醜くもないからシーエルフには見えない。変装は無理ね。うん。尾根に沿って移動しましょう。アドウィグは入り江の反対側で合流すると言ってたわよね。私にも考えがある。それはなんだ。あなたは気に入らないと思う。いや、そうでもないか。少し変わってるから。シーエルフたちが浅瀬でキンドルピッチを集めていると言ってたでしょ。言ってたね。それを運んできてほしい。私は先に行ってオブランとアドウィグを探してみる。わかった、キンドルピッチを集めてからみんなを探そう。ああ、もう少し船を見てたいの。ヒレ耳の海賊に奪われたことでどれだけ大切なものなのか気づかされたわ。で、この旅を一人でやりたいのか。当然よ。別に悪気はないけど、一人になる時間が大事なの。船長が一人になれることはあまりないからね。とにかく爆発する粉の袋を運ぶのはあなたでしょ。私の仕事なんて楽なものよ。キンドルピッチは注意して扱ってよ。後で合流するわ。うん、大丈夫だ。目の前で見てる。どうする、どうなるかは、ね。爆発しやすいんだと。おっと、これだ。キンドルピッチを集めよう。あ、1個でいいんだ。いたね。入り江までの道は知ってるでしょ。一応言っておくけど、死ぬことがない道のことよ。この猫信じられるか。え、ああ、そうだよ。彼は家に戻った。もちろん道は分かってるさ。望み通りに連れて行ってやら。ちょっとお茶飲まして。ジミラ船長と話そうね。まずはでも周りの2人と話そう。とんでもない作戦だ。スクーマの猫のようだ。ジミラ船長にこういうことをさせられるときはどうしていつもマシな飲み物がないんだ。な、お前、キンドルピッチの匂いがする。どれだけ持ってるんだ。気をつける。樽いっぱいに持ってるぞ。無事だったのね、キンドルピッチも。よかった。ああ、キンドルピッチを見つけた。で、どういう計画なんだ。
アドウィグは入り江への秘密の入り口を知っているけど危険よ。隠れるものがほとんどないから何か陽動がいるわ。そこでキンドルピッチの出番ってわけ。あなた危険な任務でも引き受けてくれるの？つまりとっても危険な任務だけど。何をしてほしいんだ？オブランを高台に連れて行ってほしいの。エルフの機関がよく見えるところにね、うん、それでここからが難しいところ。シーエルフの船に乗り込んでキンドルピッチをそこら中に仕掛け、甲板に火矢を放つようオブランに合図してもらいたいの。なるほど、爆破するんだな。ペレタインの花火みたいにね。特別に大きな花火よ。やるべきことを終えたらプロウラーまで走ってきて、船の上で合流しよう。心配無用よ。この作戦はうまくいくわ。それに失敗したら全員死ぬから文句を言う暇もないわ。じゃあ気をつけないとな。分かった。オブランと一緒にシーエルフの船を爆破してからプロウラーで合流しよう。あなたとオブランは先へ進んで、あのバカが岩から落ちないように気をつけて。出なきゃ作戦は台無しよ。計画の詳細を聞けるか。単純な作戦なんだけど、まあいいわ、説明する。船の脆い部分を探して、メインマストの下や船長室、火事の近くにある高甲板あたりかな。シーエルフの船は機敏だけど耐久性はそれほどでもないわ。なるほど。それからオブランが矢で点火するんだな。アドウィグはそう言ってる。彼が古い木の板と釣り糸で作った弓をオブランに渡したの。あのイカれたブレトンはひどい匂いがするけど、とても役に立つ人材だわ。その指大丈夫なのかな。とんでもない作戦だ。スクーマの猫のようだ。ジミラ船長にこういうことをさせられる時はどうしていつもマシな飲み物がないんだ。本当に無茶だと思わないのか。ジミラと私は多くのことを切り抜けてきたし、彼女に不当な扱いをされたことはない。時折意見を違えることはあるが、命を預けてもいいくらいには信頼している。彼女がお前を信じるなら私も信用する。お前は信用できるんだろ。心配するな。で、仕事は覚えているのか。ああ、私を入り江の上にある高台に連れて行ってくれればシーエルフの船を一望できる。キンドルピッチを設置して私に合図を送れば甲板に火矢を放とう。するとドカンだ。そうだ、高台に向かおう。これはさっきの道順通りに行ったらいいな。ジミラは矢を放てと言った、うん、私に。甲板に乗ったクジラにも森を突き立てられない私にだ。だが大丈夫だ。ああ全く問題ない。大丈夫なのか本当に。その精度でうちのミッリーに任せたらいいんじゃないか。よし、また改めて敵を倒しながら進むことになるな。海に戻るのが待ちきれない。丘にいる時間が長すぎた。カジトらしからぬ言葉だな。カジトは普通逆だよな。ここで別れるか。配置について合図を待とう、うん、いい場所。幸運を祈る。だいぶ遠くない？大丈夫かな。こっから見かけられる、あそこまで。あれでしょ多分。じゃ頼むぞオブラン。どこにいるんだそれで、オブラン。あ、分かったぞ。向こうまで行くんだオブランは。あそこの先頭に今いるの、あれオブランじゃない、あれ。あそこにいるの弓構えてそうだもんねあれね。つの間にあそこに。なんかやっぱいいよねこうやってさ、ねえ、関わりのある NPC とまた出会える。そういえばリガートどっかで見かけたけど、どこにいたかな。ねえこっち、こっちよ。ジムラ船長どうした。ああ
見つけた。ジョーデに感謝を。ごめんなさい、海ではこんなに走らないから。問題が発生したわ。何が起きたんだ。あの汚いシーエルフどもはプロウラーの火事に施錠したのよ。この距離からではよく見えないけど、あの鎖は分厚くて破壊は無理そう。鍵がいるわ。なるほど。彼ら鍵をどこに保管していると思う。私の予想ではシーエルフの船長室ね。なるほどね。そこを調べてみて。当たり前だけど、船を吹き飛ばす前にね。分かってるよ、そりゃ。私はアドウィグのところに戻る。幸運を祈るわ。そちらこそ。私と船の間に割り込んだシーエルフは気の毒だったね。あれでもあの船に渡れんの？何も橋渡されてないけど。でもなんかデイリーエンデバー完了。あと3つ。あ、なるほど、カッターでいくのか。あ、違うな。あ、そういうこと。ああいう入り方好きです、うん、なるほどね。砲台を釣りザーミスト。あれ、釣りザーミストってさっき本に出てきたな。これは完成の積み荷。これにキンドルピッチ。船長いるね。あ、船長。何を捕まえたんだ。網に飛び込んだ間抜けな魚か。魚に見えるか。私がやられたのか、俺の船で。なんかあれだね、あの海賊のなんかあの刀あるじゃない。戦い方があれだったね。なんかあのよくパイレーツオブカリビアンに出てくるあのなんだろう、細身の剣の戦い方、うん、なんていうのかわかんないけど、うん、フェンシングみたいなやつね、うん、シレンゴス船長か。これだ。ちょっと待って、まずは仕掛けよう。あ、いいな、この絵画。これ欲しいんだけど。これ飾りたい。これだ、プローラーの鍵。よし、あとなんかないか。まだ仕掛けるとこあるぞ。これか。これ全部射抜けるのか、オブランは。よし、合図をしよう。船の後部甲板から。どこにいる、オブラン。あれだね、オブラン。いるいる。補給係、オブランってなってる。上を使おう。よー、伝統の準備はできたか。よし、頼む、オブラン。さてと、派手にやるぞ。浮いた。ちょっと急いでプローラーへ行こう。ちょ、待って待って、ここで交流するんだ。待ってくれよ。よいしょ。いいね、燃えてる。
降りたの見てから矢を入れよ。よし、あ、ちょっと待って。クロコダイルは。ナイス。よし。全員が到着した。海賊を片付けた後でね。よし、よくあることよ。行くぞ。あの一撃を見たか。実に美しかっただろう。みんながこれを聞くまで待て。はいはい、みんな幸せね。怒りを下ろしたら祝う時間がある。カジのロックを解除してここから出ましょう。ここから出よう。もうこんな魚臭いところにいたくない。私は解錠しなきゃなんだ。コイルロック解錠。よくやったわ。よし、 OK だ。入江を出て近くの岸に向かいましょう。私が操作していいのこれ。よし、行こう。あっは、いい航海だったな。一瞬だったね。最高だ。ああ、ここまで来れた。ワクワクしたわね。やっと船が私たちのところに戻った。愛情に満ちた船長のもとにね。あなたとこのヨステ人のおかげよ。どういたしまして。もう二度とプロウラー号から目を離さない。オブラン、またはぐれるようなことがあったらもう知らないわ。持って行って。手間賃よ。一杯やって音楽を楽しむ場所が必要ならいつでも歓迎するわ。うん、また飲み比べしようよ。本当に役に立ったわね、アドウィグ。臭くて機転の利くブレトンはプロウラーでも役立つでしょう。本当か？マーラの慈悲にかけてここから出られりゃいいさ。だが船員は。別れを告げるのはいつも辛い。でもきっと船員は分かってくれる。私はそう思う。その通りだ、ジミラ。他の奴らはドネルとワトキンスが面倒を見るさ。動こう。動くんだ。決してそれがち、なんか妄想だよって諭すわけでもなく、いい片付け方で。改めていろいろとありがとう。特にブレトンの罠で逆さまに吊るされているところを助けてくれたことにな。問題を起こさずにはいられないのか、お前は。船長も問題を起こしたくないだろうが、私もそういうのは苦手でね。なのに面倒の方が私を見つけに来るみたいだ。だから避けることは難しいだろうな。私ヘブンでのこと忘れてないからな、僕ら。6年だぞ。この島に6年いた。まさか潮に乗って海に出るなんて、おかしな日だ。出ていくことについて考え直したか？まさか。いや、まあ少しは。だがこれが正しい判断だ。俺はずっとあいつらの面倒を見てきた。家を作り、罠を仕掛け、水没した樽から鋲を抜いた。もう奴らに必要なものは全部揃った。お別れを言わないとな。新しい船員に加わった気分はどうだ？ドネルみたいな鼻垂れも、ウワトキンスみたく文句ばかり言う奴もいないだろう。新しい風は好きだ。最高の気分だ。ただ、ジミラは何を任せるつもりなんだろうね。俺は優秀な舵取りだぞ。少なくとも昔はね。船乗りに戻るの大変そうか？そんなわけあるか。一度船乗りになりゃ心はずっと船乗りさ。ワトキンスはいつも言ってた。俺の足はどうした？どこに行った？そうか、海に置いてきたんだってな。大丈夫かな、こいつ。プロウラーに乗れることはないのか、ここから。よし、じゃあ次に行こうかね。うん、そうだ、メインを行かなきゃダメだった。味方とコイン取りでダウン。忘れてたよ。